リドルジョーカー。先輩、おはようございます。ちさき、ちさきか。やっぱり口元が緩んじゃいますね。それは分かってますけど、好きな人に名前を呼んでもらえるのって何度経験しても嬉しいですもん。またまた、先輩を先輩って呼ばれる方が好きなくせに。ねえ先輩、もう一回名前を呼んでくれませんか？もう一回、もう一声、アンコール、それアンコール。ごめんなさい、ちょっと調子に乗りました。でも名前を呼んでもらえると嬉しいのは本当ですよ。本当にラブラブだね、二人とも。言っとくけど、覗いてたわけじゃないからね。ここは共用のスペースなんだから。仲がいいのはいいことだから、怒ってるわけじゃないんだよ。ただうざいから、時と場所を考えろって言ってるだけ。